Let me get this right. Okay. ということで今回はですね、以前実はブログにも書いたことがあるんですけれども、Let me get this right っていうこの表現ですね。Let me get this right。たった5単語なんですけども、単語そのものはそんなに難しくないんだけど、どういう意味かよくわからないというね、そういうご質問をいただくことがあったので、それでね、一回ブログに書いたんですよね。これがその表現です。 Let me get this right なんですけども、じゃあこれどういう意味っていうのは、だいたいね、主な使用場面、結構映画ドラマとか見てても出てくるんですけども、2種類ぐらい考えられます。主な使用場面ですね。で、例えばまず最初に文法的なことをちらっと言うと、Let me だから、ここで私に何々させてってお願いしてるんですね。私に何々させて。で、その後このね、刺激動詞っていうやつの Let と人の後は動詞の原型ってなってるんですけども、ここで言ってるのが Get this right。 で、これどういう意味ってよく聞かれるんですけども、よくある第五文型 SVOC ってやつに当てはまるんですよね。で、まあ、あんまりね、難しいことは言いませんけども、いわゆる SVOC の VOC に当てはまる。で、これって何っていうと、この O と C の関係が、例えば This is right っていう関係に当てはまるんです。これがいわゆる SVC って言われるやつなんですけども、これは正しいですっていう意味ですね。なので、これが正しい状態、これが正しい状態を手に入れるっていうのがここの直訳です。正しいがね、きちんとしてるとかいう意味にもなったりもしますけども、で、じゃあ文全体で見ると、私にさせて、これが正しい状態になっているのみたいな感じです。つまり今何かちょっとぐちゃぐちゃになってて、で、この今起こっているこれをですね、これを正しい状態に、きちんとした状態に手に入れさせてくれ、私にっていうのがその直訳の部分です。で、結局じゃあこれどうやって使うのかっていうと、例えばね、自分の周り、自分も含めたりしてね、あいつはこいつが悪いって言ってる、こいつはあいつが悪いって言ってる、俺もあいつが悪いって言ってる、もうぐちゃぐちゃ、みんな話が、ちょっと待ってくれ、一回話ちょっと整頓しようよっていうような時とかに、今みたいにね、ちょっと一回話整頓しようよみたいな時とかに、 Let me get this right って言って、ちょっと今からこうきちんと今のこの話ちゃんとしようさせて、俺にちょっとこう言わせてちゃんとみたいな感じの時に使ったりできるんですね。で、それ以外には、例えば僕が何かめちゃくちゃしくじってしまったと、で、いや、ちょっとこれえらいことしてしまったな、でもちょっと今回はこれ俺にきちんともやり直させてくれ、きちんと今回俺にやらせてくれね、まあやらせてくれって上から目線で言ってるか、誰かにお願いして、やらせてくださいって言ってるシチュエーションもあるんですけども、そんな時もこの自分がしくじったおかしい出来事をきちんとした状態に、手に入れる、きちんとした状態にして手に入れさせてくれ私にっていうような感じで、ちょっとこれやり直させてみたいな、もう一回俺にこれやらせてくれみたいな、そんな感じで、使う時とかもあります。Let me get this right、ね、結構簡単なんですけども、書いてる単語はなんかこうね、どう使ったらいいのかがよく分かんないという感じがあります。なので、さっき言ったみたいに大きく2つあって、まあ、大抵のパターンがこの2つで、ちょっと今話ぐっちゃぐちゃになってるのをちょっと言わせて、今からきちんとさせてっていう感じの時に Let me get this right って言ったりとか、自分がしくじったり、なんかちょっとおかしいことになっちゃってる時とかに、ちょっとこれちょっときちんとさせてくれ、もう一回チャンスくれないかなみたいな、そんな時とかにも Let me get this right っていう風に言ったりするっていうような感じです。結構ね、映画とかドラマとか見てるとしょっちゅう聞くので、皆さん、これ覚えておいたら、今度リスニングした時にふと耳に入ってくると思います。まあこんな感じです。まあ文法のこともちょっと入れましたが、こういうね VOC の OC の部分は、結局 SVC の主語は何々ですっていう文に置き換えたのと同じ関係にありますよっていうのも、これで分かったと思います。ということで、今回は英語表現の Let me get this right
っていう、ものでした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。 See ya! Bye!